高藤選手の3位決定戦の時、僕は2階から見てたんですけども、もう入場の時から意気込みがすごいんですよ。もうこれはやるぞっていう、もうエネルギーが溢れていて、ただ驚いたのが、お二人とも表彰式の時に、特に近藤さんはもう、ね、次の決意が明確で、あまり笑顔がないぐらいで、もう私はこれじゃもうダメだって、さっきおっしゃったもう話聞いて、なるほどと思いました。でも今お話聞いて、この家族の力、そして全員が一丸となって、そしてもう次にまたのし上がって東京オリンピックに向けてっていう、この熱意をひしひしと感じて、ますます期待できますね。前を向いてますね。前を向いてますね。素晴らしいです。家族も皆さんも、一人で戦ってるわけじゃないってことよくわかりますね。わかりますね。一人はできないんですね。全員がいて一緒の協力のもとですね、はい、ここにいる選手全員がそうなんでしょうね。さあ、その柔道なんですが、これから連日熱き戦いが繰り広げられます。男子女子ご覧の選手が出場いたしますが、柔道男子は前回のロン